めっちゃ楽しかった、よかったです。楽しい期間過ぎたよ。よかった。なこさんに継承、世の継承とゼロの継承をしていただ、さし、していただきました。いやー本当に最初見た時は私でいいのって本当不安な気持ちもいっぱいあったんですけど、そうですね、やっぱりこの公演で、このコンサートで継承があって、すごい本当に奈子さんのいろんな部分を知れたし、ダンスとかも教えてくれたりして、本当にたくさん学ばせてもらいました。嬉しかったです。そう、世の継承の後ろに流れてたあの映像、あれがすごい面白くて、あれのエピソードでもあるけど、あれは全部世なんですけど、その世でもあの奈子さんはいろんな世のレパートリーがあって、本当にそこもすごい尊敬した部分でもありました。今日はちょっと長くはできないんですけど、本当に楽しかったので一瞬でもやりたいなと思って少しやりました。少しやりたいと思います。よっ。本当に楽しかった。世の音程が難しくて、よっ、いや本当に奈子さんすごいです。ダンスも上手だし歌も上手だし、お疲れ様でした。ありがとうございました。うちは気づいてくれたかな。気づいたと思います。私はずっとこうやってもう隅から隅まで見たので見ました。皆さんうちはありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。亀甲初だったけど写真めっちゃ良かったです。見ました、ツイッターで。最高でした。堂々としついて感心して。本当ですか。もう心臓はバックバックでした。またちょっとコンサートの話もゆっくりしたいなと思います。また次の新公演も発表されたので、それも始まるので、うん、頑張った、ありがとうございます。あれだ、くす玉っていうのかな、昨日のニコ生のお話とかも詳しくしたいし、またちょっと時間があるときにゆっくりさせてもらいます。今日はもうまぶたが重たくて開かないのでまたゆっくり配信しますね。皆さん本当に来てくれてありがとうございました。この3日間、うちはね結構見えました。私あのレモンの年頃のうちはあるじゃないですか。うちはうちはあれのもうシルエットがもう これがもう私かリンかぐらいしかいないから、めっちゃ見つけやすかったです。ちょっとデコナイスって思いました。いっぱいフルーツ食べるんだよ食べますよ。今日はお母さんがドーナツを買ってきてくれてるみたいです。あといちごも。だから今日はちょっと遅いから明日の朝ごはんにでもいただきたいと思います。あ、かわいい、ありがとう、星ありがとうございます。ナイスだよ。バグっていいじゃん、かわいすぎてないと。バグっていいじゃんの衣装めっちゃ船長さんみたい。たくさん食べてね、たくさん食べるよ。
40分ぐらいに終わろうかな。本当に短くて申し訳ないですが、本当に皆さん本当にありがとうございました。楽しかった。いろんな曲ができて、反省点も山ほどあるんですけど、次に生かしてまた頑張りたいと思います。お、猫ちゃんありがとうございます。バグっていいじゃん。新公演楽しみです。ぜひ皆さん遊びに来てください。コンサート楽しかった。そうなんですよ、夜は小学生が途中でいなくなっちゃったんですけど、お昼公演もか、小中学生がいなくて寂しかったですね。楽しかった、よかった。よく寝てねよく寝ます。ありがとうございます。皆さんも立ったり座ったりして足が疲れたのではないでしょうかと思うので、皆さんも早く寝るようにしてくださいね。私も早く寝て、明日ちょっと早いので寝たいと思います。まぶたが閉じちゃう。好きだよ、ありがとうよ。明日早いんです、めっちゃ早起きだから、ちょっと起きれなくなってしまうのでこの辺で終わろうと思います。それでは少しランキングを、少しじゃないそれではランキングを読ませていただきます。そういえばあれなんですよ。あ、もう今度話そう。13位小春さんありがとうございます。12位ボラさんありがとうございます。11位みっつんさんありがとうございます。10位インテグさんありがとうございます。9位しのぶさんありがとうございます。8位さしこのじもっていさんありがとうございます。7位もがいもんさんありがとうございます。6位こしみふさん、こしみふさんありがとうございます。5位デルファイさんありがとうございます。4位銀一のけんさんありがとうございます。3位ななちゃんが誇らしいさん、誇らしいさんありがとうございます。2位ゆずごしょうさんありがとうございます。1位るんるんさんありがとうございます。皆さん今日も急なのにありがとうございました。読み間違え、なんて読んだ、こしみふさん、こしみふさん読み間違えてた、ごめんなさい、ありがとうございました。今からお風呂に入って寝ます。皆さん足をマッサージして寝てください。あと亀鉱石の方は腕がめっちゃ疲れそうなので、腕もこうやってマッサージして筋肉痛にならないようにして寝てください。今日はありがとうございました。こしみふさんが正解だ、すいません読み間違えてた、ごめんなさい。良い夢を見てください。ありがとうございました。今日夜メールを送れなくてごめんなさい。また明日朝は送ります。ありがとうございました。また会いましょう。3日間お疲れ様でした。たくさん寝てねみんな。おつありがとう。よおやすみよ、おやすみよ、バイバーイ。バイバーイ、ありがとうございました。